どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、ドドーン、コーヒーの手がらしで即席虫よけ線香。皆さん困ってると思うんですね。困ってると思うんです。この時期ね、アウトドア来てみたけれども、もう全然虫よけとかね忘れちゃった。蚊取り線香ないよ。自衛隊とかでも、演習に飽きたけれども虫よけスプレーないよ。もうめっちゃ虫除けスプレー3本ぐらい持ってきたけど、中隊長に貸しちゃってもう気まずくてちょっと返してもらえない。どうしよう。そういう方もね、いらっしゃると思うんですよ。そんな時にですよ。でもポケットにはコーヒーの出がらしがある。ね、こういうことあると思うんですね。あると思うんです。今日はこの、コーヒーのドリップした出がらしでいいです。乾燥したものです。これは、成分で言うと、カフェインです。このカフェインがね、結構ね、虫嫌いなんですよ。ナメクジとか、まあ、アリとかも嫌いだと思います。周りに巻くと、それだけでもちょっとね、近寄りがたいと。他にもね、コーヒーのこの殻、めちゃめちゃ活用法いろいろありますんで、最後にちょっとそれは言いますね。さっき線香って言ったんですけど、まあ、どちらかというと、お灸みたいな、嫌う煙を出そうじゃないかと。ただ、ここまではね、ちょっとね、有名な方法というか、昔からよくある方法なんですが、今日はね、アウトドア目線で、虫除けの最強バージョンをね、ちょっと目指してみようかなと。この、まずカフェイン。さあ、そこにね、これ皆さんはね、持ってると思うんですね、アウトドアだったら。ドドン!バジルです!これは100均です。台所にはね、あるんじゃないかなと。成分としては、ヨモギと同じ、シネオールが入っています。蚊、嫌いなんですよ。だから、キャンプでコーヒー飲んだ後の、このバジルちょっと余ってたら、ちょっとね、混ぜてさ。ヨモギをね、焚き火に入れてさ、例えば煙が出ると、ちょっと虫除けになるっていうサバイバル的なちょっとしたテクニックもあるんですけど、それと同じ効果がですね、このバジルで得られると。で、もう一つ。これはちょっとあれですけどね、もしもあれば、ドーン!ローズマリー!もうここまで来ると、インスタグラムのね、キャンプ写真で溢れ、フォロワーは2万人、超えの人はね、まあ皆さん持っているこのローズマリーですよね。これもね、シネオール入っています。これ目のね、匂いが。あ!これもね、ポテト料理とかさ、肉料理にも、3点混ぜて、お灸、線香みたいに作っていきましょう。この出がらしを、ね、これまずさ、こう窒素とか出てさ、こう炭酸みたいなのもこうシュワシュワ出んのさ、ここで。一回蒸らして。いや、ちょっと、まあ、仕事なんでね、すいません。おい!出がらしのためにちょっとね、まずちょっと一回、コーヒーをいただきます。うめ、うん、やりますか。さて。で、取れました。この出がらしを紙に広げて、天日干し。あるいは、急ぎの方は電子レンジで、乾燥させる。で、引き抜きを引き抜き。おお。これ自衛隊のスコップだから、鉛筆だから。土のうみたいになってきた。辻みたいになったけど。よっしゃ。今日はちょっとね、これ急ぎなんで、これ、乾燥させます。はい。こんな感じで。まあ見た目はそのまま元に戻ったという感じです。これレンジで、だいたい500、600ワットとかで4分ぐらいで、必ずガチガチに乾燥させることです。よし、ここに入れていきます。ダンチャーク、今で、ここにセット。お灸みたいにさ、山にします。これ、もしかしたらですよ。これがうまくいけば、昔、漫画とかでよかった、飯は食べたけどお金がねえっていう人が、皿洗いしますんで、皿洗い分で何とかしてくださいって、あれがカフェで起こり得ますよね。蚊取り線香はないんで、皿洗いするんで、コーヒー豆ください。虫除けをください。そういうこともね、あるかもしれない。ほい、ここに、バジル。これでカフェインプラス、シネオール。このぐらいよね。このぐらい。ローズマリー。はい。ローズマリー、ちょっといこうか。なんかもう、粒でかいね、これね。もったいないけど。うまそう。いいね、美味しそう。で、こう、先っちょ立てて、じゃあここに行きましょう。皆さん、お待たせしました。まだ間に合いますよね。まだ刺されてませんよね。間に合う。お待たせしました。外国の軍の防水マッチで行こう。それでは。虫よけ、コーヒー、バジル、ローズマリー、点火用意。点火!で、こうじゃん。
こうじゃん。あ、煙すごい。煙すごい。あ、思ったよりすごいね。煙が。で、つけました。つけたら、ほらほら、燃えてる、燃えてる。燃えてます。見えますでしょうか。ちょっと煙がね、出てきました。煙はこんな感じで、ただ家の中はダメだ。こんな感じで煙が止まんない感じになります。はい、ちょっとね、あんまり煙出ると危ないんで、これ室内には向いてません。子供の時ね、やった時はね、コーヒー豆だけだと結構焦げ臭いんですよ。今日はね、バジル入れたし、このローズマリーが入ってるから肉焦がしたみたいな、ちょっと美味しい焦げ方の匂いする。うん、あ、いいね。ちょっと消えちゃったんで、もう一回行きます。おっしゃ、こうつけますと、乗せよっかも。こうするとお灸みたいにもやーっとつきます。こんな感じで、わかりますかね、これ木以外のところもうついてんすよ。こんな感じ、こんな感じ。よりね、乾燥させるとほら、赤い こんな感じでお灸みたいになります。こういう感じで結構煙出ます。結構で、これ室内でやんないでくださいね。このバジルとローズマリー入れてるからさ、バーベキューの匂いになるわ。いい匂い、スパイスまみれの肉の香り。このやっぱバジル、特にローズマリーちょっと贅沢だけど、いい。これで虫が来ないんであれば、まあシネオール入ってるんで市販のものよりはちょっと劣りますが、いいと思います。はい、ということで、こんな感じでね、虫除けできますということで、ただね、ちょっと前に僕やった時は、蚊取り線香ほど効き目あるかというと、コーヒー豆だけでは、厳しいです。ちょっと減るかなぐらいです。なので、できれば、バジル。こうバジルをちょっと混ぜるのがね、すごいいいと思う。あるいは、ヨモギの乾燥したやつあれば。ローズマリーはね、何回も言うけど、ちょっと、まぁ、ちょっとね、貴族だけど。即席で、こんな感じでできますんで、こう混ぜるっつうことで、効果を、いろんな虫に、幅広く発揮できます。でね、ぜひね、おすすめでございます。今度地元の山の中行った時に、サブチャンネルでね、実際、使用してみましたっていう、刺されるかどうかみたいなのもね、ちょっとやってみたいと思います。まあ、効果はね、間違いなく、シネオール入ってますんで、いけると思います。はい。この虫除け以外にも、こう、パッと撒いても、土に入れたら、脱臭。まずね、匂いするんすよ。だから防災の時にはね、アンモニアめちゃくちゃ吸うんで、もしも地震が起きた時にエレベーターに閉じ込められました、でコーヒーのこの殻がありますっていう時は、ちょっと服とかを、エレベーターの端っこにポンってやって、そこに、コーヒーのこのその布の上に染み込ませるように、お塩をする。コーヒー店でもありますよね、布でくるんで置いておくっていう。あとはガーデニングとかも、あと微生物が住み始めてすごくいい土になる、ふわっとした土になるということで、おすすめでございます。はい。そして、前に紹介しました。蚊は足の成分に寄ってきます。ですので、蚊を寄せ付けないならば、足の裏、よく洗う服っていうのが大事。足元に、これもいいと思います。ペパーミント。この中のメントールっていう成分が、これまたね、蚊が嫌がりますんで、足元にね、こう、ぬりぬりするっていうのもね、こんな感じでね、即席の虫除けありますんで、火には気をつけながらね、やってみてください。本日はこれまででございます。Twitter、インスタやっております。特化群で検索フォローお願いします。防災もあります。お願いします。それじゃまた。あと、こういった感じで、もしかしたら成分を抽出したランプもできるのかもしれないですね。虫除けキャンドルっていう感じで、もしかしたらできるのかもしれません。もしかしたらこういう方法もありなのかもしれません。ただ成分が全部油に溶けて上に抽出されるかは、ちょっと効果は薄くはなりますが、まあついでの気休めとして、かつ明かりとして、虫除けかつ明かりとして、このサラダ油ランプ虫除け版もいいかもしれません。それじゃあまた。